お元気ですか、ボクシミです。今回は 2024BBM ベースボールカードルーキーエディション開封動画後編の7袋やっていきたいと思います。それではね、早速やっていきたいと思います。まずは後編の1袋目でございます。オリックスの高島タイト投手でございます。で、阪神の福島ケイン外野手でございます。で、ソフトバンクの岩井俊介投手でございます。で、中日のこれは草加翔投手でございます。で、巨人のですね佐々木俊介外野手でございますが、こちらがですね、金箔サインカード付きでございます。これ75シリでございます。はい、続けていきます。これは日本ハムの進藤優也捕手でございます。ロッテの、富山幸之進投手でございます。捕手でございます、失礼いたしました。で、横浜の渡来勇気外野手でございます。勇気外野手でございます。2袋目でございます。広島の佐藤圭介内野手でございます。中日の日渡り陶器捕手でございます。楽天の大内誠也投手でございます。ソフトバンクの澤柳亮太郎投手でございます。で、楽天の小蛇達樹投手でございます。で、横浜の松尾志音捕手のこれカードでございます。で、西武の、これは木瀬翔太投手でございます。で、巨人の佐々木俊之介外野手でございます。3袋目でございます。楽天の、これは入江大輝内野手でございます。はい、こちらでございます。ソフトバンクの、宮里優和投手でございます。ソフトバンクの村田健一投手でございます。で、ソフトバンクの前田優吾投手でございます。で、これはルーキーイヤーのカードですかね。オリックスの山下俊平太、ね、投手でございます。ちょっと横に斜めになってます。斜めになってるわけよね、ちょっと私の顔が映ってしまいますのでね、これはちょっとご了承ください。はい、ちょっと画面がちょっとぼやけてますがご了承ください。北海道日本ハムの、宮崎和樹、外野手でございます。で、巨人の、平山幸太外野手でございます。で、横浜の松本亮斗投手でございます。はい、4袋目でございます。で、ソフトバンクの中澤宏樹内野手でございます。で、広島の、佐藤圭介内野手でございます。で、阪神の石黒裕也投手でございます。で、楽天のですね、これは酒井春人投手のこれは銀箔ねカードでございます。これは 100C でございます。で、横浜の武田陸投手兼外野手のカードでございます。
で西武の奥村光一外野手でございます。でロッテの寺地雄星捕手でございます。村山元内野手でございます。5袋目でございます。オリックスの、権田雄星、投手でございます。広島の、杉原未来投手でございます。オリックスの、川野颯太内野手でございます。ソフトバンクの、広瀬龍太内野手でございます。ロッテの松石慎也内野手でございます。でヤクルトの、鈴木京捕手でございます。横浜の増本亮と投手でございます。で西武の糸川亮太投手でございます。6袋目でございます。阪神の椎葉剛投手でございます。ソフトバンクの長水慶心投手でございます。ソフトバンクの岩井俊介投手でございます。で中日のこれ根尾明投手でございます。でロッテの富山幸之進捕手でございます。で横浜の伊藤龍一内野手でございます。ロッテの河野光外野手でございます。で巨人の森田俊也投手でございます。ラストの7袋目でございます。これは楽天の松田拓磨投手でございます。ソフトバンクの、これは星野幸太郎投手でございます。ちょっと映像がねまたねちょっとぼやけてしまいます。ご了承ください。で阪神の下村海斗投手でございます。これは広島の、中田悠斗内野手でございます。で広島のこれ菊池涼介内野手のカードでございます。で西武のシンクレアジョセフ幸之助投手でございます。で横浜の田中誠也投手でございます。で最後は日本ハムの宮崎和樹外野手でございます。はい、以上で 2024BGM ベースボールカードルーキーエディション開封動画後編の7パック終わりたいと思います。またねちょっと私のね神々なところとちょっと映像がぼやけてしまったことを、お詫び申し上げます。でまたですね今度同じ BBM の推し別という引退した選手のカードも購入しておりますので後日開封動画としてあげたいと思いますのでよろしくお願いいたします。なお私のサブチャンネル僕の料理チャンネルでは夕飯動画カップラーメンカップ焼きそばレトルトカレー冷凍食品をあげております。よかったらこちらのサブチャンネルもぜひご覧ください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。